ここで点を取られたら負ける。嫌だ俺は。やっぱここだよな、ニコ。ここが一番ゴールの匂いがする。フィニッシュでオーカーにパスをする。俺の勝ちだ、ニコ。最後の最後でパスを選んだお前はストライカー失格だ。11番だ。なんているんだ。行け。君らエゴイスト潔与一。俺もストライカーだ。どんだけ走ったんだ。あれ、どこ行くんだ。俺が潰したんだ、こいつら11人の夢を。これが勝つってことか。なんだよこれ。気持ちいい、ね、あいつらチーム V の。お前の言ってることは俺たちのメリットには何もならん、むしろデメリットだ。いいよレオ、この話めんどくさい。つーかもう咀嚼すらめんどくさい。お、なんでこの人こんな必死なの。勝つためだろ。目ならやめちゃうけどな。ねえレオ、負けてもやりたいほどサッカーって面白いの。チーム Z 潔与一、お前らに勝つ人間だ。進化のヒントは俺の中にしかない。何ができて何ができなかった。残された時間の中で俺の武器を進化させるには。あんなに生きがってたのになんで撃たなかったの。君を動かすの。うるせえよ天才、今いいとこなんだよ。俺の武器空間認識能力があったから。あのか、この目と脳で俺はフィールドの未来へ行ける。この力で奪うんだ俺のゴールを。見える、感じる、動き出してるのは。このボールは死んでも渡すか。お前はいつもいいところにいやがる。中央に切り替え、俺が支配する。絶対に俺が決める。ディフェンスはあと2人。俺のゴールを生むテリトリー、恋バッジャーお感じろ。かける、最高だバッジャー。失敗したらゲームオーバーだぞ。ダメだ、ゴールのイメージ、未来が見えない。君は俺に勝て。俺は俺のゴールで勝ちたい。そうか、そうだったのか。無駄が多いよ俺の思考。それじゃダメなんだ。これまでもそうだった。ビーストは俺のいる未来に誰にも追いつく時間を与えない。ダイレクトシュートだ。初っ端から超速シザースマックス。おい切り返し。おりゃ今までの潔ならフィールド全体を見ながら最重要だって理解しながらの俺とのマッチアップ。一瞬の状況判断がこれまでしゃあない。いただけ。なんだこいつら。気の意味が全部わかった。クレーバーヘッドにするこの瞬間、死角から裏街道へ。これが最終決戦。なんて試合だ。リンにとって読めない存在を最大限に使う俺と、最小限にしのぐリン。バローとフィールリン、お前のポジショニングはかも。必ずどっかのタイミングでパスを出す。ずっとパスをもらい続けてきた俺だから見える。
最後の最後にお前を信じた俺の勝ちだ信じて出せバチラ今のこいつらなら世界に届く牙になる面白い次は俺が決めるこの二人は合わせられないゴールに導くバランスの取れたトライセッションこいつらこれ以上バローにこだわってもはい 1,2 点取って負けるのがオチだお前は適応能力の天才だはい来るんだバローを相手が変わるのを期待した他人への支配だ力の使い方を変えろバローに期待するな引き出して生かすんじゃなくナギ俺ら二人で勝ちに欲しがれクソ生かせるかそうだ国神バローの突進に引っ張り出されろ受け取れナギマジかやられた死角の闇を切り裂くこの一瞬をお前は待っていた出たどれだけ誰かの心をノックしてもゴールへの光が見えないのなら自分がその光になればいい俺はお前に適応するお前が生み出したフィールドの俺が食って光に変えるそれとバロお前は今まで通りプレイし俺たちの邪魔すんなっつってんだよ下手くそもうぶち殺す絶対に証明してやる俺だゲースピードで進化してる置いていかれたパスあいつ進化しろ世界一なんかなれるかよ射程がいけるくそげお前は俺のゴールのために動け。なんだこれ。